はい、それではですね、今回は、NBA2K19 をやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではね、早速、始めていきましょう。さあ、ということで、本日は、第1ラウンドの第5戦目でございます。さあ、早くもですね、ラプターズがもう、カンファレンスのセミファイナルに進出ね、もう4連勝で決まってますんで、アードは大体もうね、2勝2敗といい勝負になってるんですけども、早速、いきたいと思います。第5戦目ですね。はい、ここまでですね、まあ最初は、2連敗からスタートしまして、その後、2連勝という風で感じで、2勝2敗のタイまでね、なんとか持ってきましたんで、ここ3連勝で、まあ王手をねかけたいところですね。はい、それでは行きましょう。さあ、第1ラウンドプレイオフです。さあ、ホームに戻ってきましたね。さあ、まあホームでね、まあ2戦負けてね、初め来てるんで、これね帰ってきてということで、なんとか3勝目を、取りたいですね。さあ、スターダーです。セクストン、クラクソン、コーバー、ラブ、トンプソンという5人のスターターになっております。サウィザーズとの第5戦目、とにかくですね、まあハワードを、まあ、止めるっていうのは、まあ、止めるっていうか、むしろハワードを超えてゴールを決めないといけないんで、とりあえずハワードをですね、なるべくこうね、ゴール下に置きたくないなっていう感じなんですけどね。さあ、じゃあボール、キャバリアーズボールからです。さあ、1クォーター目8分間です。まずはセクストン、あ、決まる、いいですね、幸先いいスタート切りました。さあ、最初の攻撃で先制点取りまして、ディフェンス、ボールがドリブルでくる、いや、ハワード、さあ、クラークソンがいってダンク。さあ、速攻で得点をね、トライから取り返していきます。打ってきて落ちる、コーナーからいいですね、クラクソン、スリーポイント、さあ、まだね、シュートは落ちたところのリバウンドですね、ハワードにリバウンドを取らせないというところで、こうね、おっしゃってました、これもリバウンドを取りまして、ラブの3、これは落ちる。あとはね、このオフェンスの方を取りたいですよね。ではあのね、ウォール、スリーポイント、ファウル、トンプソン、クラクソン、リバウンド、トンプソン、
ドライブ。ジル。いいですね。クラクソン。ダブに入れる。ダブ。いや、落ちるか。サディアス5対7ですね。2点リード。あ、ナイスカット。でく落ちる。ディバンド取る。よしよしよし。いや、ディフェンスディバンド今日取れてますからね。ハワードに取らせない。ラブ、スリーポイント決まりました。10点目ですね、今日。10対5。さあ、ディフェンス。さあ、中に入れてきます。さあ、今日は 50% ですね、得点率。ラブ、うわー、いいね。さあ、第1クォーターも、4分が過ぎまして、第1クォーター半分ですね、残りね。セクストン、スリーポイント落ちる。あー、クラクソン。ハワード。あー、さあ、これキャバリアーズがタイムアウトです。さあ、9対12、3点リードで、残り時間3分29秒ですね。さあ、メンバーが、入れ替わりましたね。セクストン以外が、入れ替わっています。ジェファーソンとハワード。ジェファーソン、いやー、落ちる。やっぱあそこをちょっと決めたいよね。ハワードとのね、こうゴール下の1対1を何度かね決めたいんですけどね。で、ディバンド。ジェファーソン取りますね。さあ、スミス、チャンドラーと、オスマン、スリーポイント。ボール、いや、外さないですね。オスマン、スリーポイント、2連チャンできましたね。さあ、残り1分55秒です。いやー、決めてくる。セクストン、スリーポイント。さあ、20点を第1クォーターで超えてきました。さあ、
モルアールジェファーソンのファールですね。さあ、ウォールのフリースロー。ワンショットですね。決めてきました。スリーポイントプレーになります。チャンドラー。さあ残り1分切ってます。さあ中入れてくる。あーっと取れなかったか。惜しい。いやー惜しい。いやー押すの惜しかったですね今ね。スミス落ちるか。さあウォール。いやうまいな。チャンドラファールもらって、おーバスケットカウント。さあチャンドラフリースローワンショットですね。スリーポイントプレーですね。さあ21対26。さあ残り時間は5秒です。ボール打ってきて外れました。第1クォーター終了。さあ2対2のタイで、ホームに戻ってきましたけども、第1クォーターは、そうだイースターですねなるほどイースターだとちゃんとなるんだ。すげえなよくできてますね。さあもうプレーオフもね終盤に入ってますからね。残りまあ多くて3戦ですからね。さあ2クォーター目に入っていきますけども、21対26、5点リードで第1クォーター8分間を終えております。かなりねお互いに点を取り合っているような、第1クォーターでしたね。さあ2クォーター目、ウィザーズボールから。さあこのウォールのねドリブルはわー止まらないさあウォールのドリブルからスタートした第2クォーターです。ジェバソンいいですね。時間がないとこで来た。落ちる。リバウンド取れる。さあいいディフェンスした後に
うまい。 いやー、セックスの今のは素晴らしいプレーですね。いやー、右手でレイアップいいかと思えば、左手でいきまして、しかもファールをもらって、バスケットカウントまで取りましたんで、さあ、ワンショット、きっちり決めて、スリーポイントプレー、いやー、ナイスプレーが出ました。さあ、開始、第2クォーターの開始1分でね、いろんなことが起きましたけども、お互いね、ウォールとセクスのね、お互いちょっと見せ合うような感じで、1分間最初、来ましたね。スリーポイント落ちます。さあ、ラブ、 OK です。さあ、ケビンラブ、今日は7ポイントですね。あ、カラキだ。トンプソンに入れる。オスマン、ファールもらってバスケットバント。いいですね。リースロー獲得です。いや、いい感じですね。ゴールした、ファールをもらい、さらにバスケットカウントと、非常に効率よくね、得点が入っていってますね、2クォーター目の序盤。さあ、オスマンの、ワンショットのリースローになりますね。決めるスリーポイントプレーです。さあ、点差が11点差に開いてますね。25対36。さあ、ウィザーズタイムアウトです。切りたいですよね、このね、流れを止めないためにも。出くる、落ちる、リバウンド、トンプソン取る。素晴らしい。そしてオスマンのスリー、いや、ラブのリバウンド。いいですね。下のね、スコアのところもね、イースター仕様になっております。打ってくる、うぃ。キャメラズフィードゴール65%、ウィザーズもね 55% なんですよ、今日は。非常にね、お互い、ね、得点率は高めですね、今日ね。ファール、グリーンのファールでフリースローですね、ケビン・ラブ。さあ、フリースロー、ツーショット。決めていますね、キミラブ。2本目、これもきっちり決めていきます。
さあ40点に得点到達しました。非常に今日はね、ハイペースで得点が入ってますね。リバウンド、トンプソン取る。ここはドリブルで行って自分で行く。さあディフェンス、ここもね守りきりたいね。モリスのスリーポイントは落ちる。さあリバウンド取ってオスマン、トムソンはい、さあ外から来るスリーポイント言われましたね。久しぶりになんかね、ウィザーズ得点したような感じがしますけども、さあ点差は14点差です。残り3分半ですね。さあラブに入れて、コバ外からスリーポイント、トンプソンのディフェンス打ってきて落ちる。リバウンドも取ります。さあラブディングした、あれちゃったさあタイマーですね、ウィザーズ。さあ点差は17点差。さあ残り2分35秒。さあショットブロックの時間ないところでまた、はい、いやディフェンス今日いいですよ。ショットブロックね、もう時間もうギリギリまでいくね、切ってますからね。オスマン来た、コーナー50ポイント目。ディフェンス、これは落ちる。リバウンド、ジェファーソン、オスマン届かなかった届かなかったか。さあ残り1分40秒。さあウォールと、ハワードは戻ってきて、ミターズがね巻き返してくるか。20点差ついてますからね。さあここも時間がない、5秒。はいそうきたか最後。スミス、チャンドラー、リバウンド、ジェバーソン取ります。
あとファウル。セクストンのフリースローですね。さあ、フリースロー、ツーショットですね。ごめん、決める。さあ、2本目。きっちり2本決めてきました。35秒、ウォール、すごい豪快。セクストン、スリーポイント決まる。さあ、時間いっぱい使ってきますかね、もうね。残り10秒というところ。ウォール打ってくる、落ちる、アワードのリバウンド。ああ、最後決まった。これはさあ、第2クォーターまで終わって、ハーフタイムですね。さあ、前半から今日は、非常に、得点がね、入ってますからね。さあ、では第1クォーターから見ていきましょう。さあ、前半から本当に得点が多かったですね。スリーポイントもね、よく決まってまして、今日はね、リング下もね、よく決まってんだ、こうやって。で、第2クォーターもしっかりと得点。2クォーター目はね、ディフェンスが良かったですよね。相手にもうショットクロックもいっぱいいっぱい使わせて。ね、シュート落ちたところをしっかりと拾うと。さあ、34対57、フィールドゴールは 72% と。でリバウンドもね、今日は18の6と、かなり大差つけてますんでね、非常に。得点力が高いですね。さあ、34対57、3点差。さあ、ウォールは前半で14ポイントを取ってますからね。いや、今日はね、ハバードじゃなくて、どっちかというとウォールって感じだね。ドリブルが止まらないですね、ゴールね。さあ、第3クォーター8分間です。セクストン、クラクソン、トンプソン、コーバー、ケビン・ラブというスターターの5人ですね。さあ、トンプソンのファールでまずはゴール、フリースロー。ここもね、ちょっと止まらなかったな。さあ、1本目決めましたね。
さあ2本目です。2本目も決めました、決めましたね。36対57。クラークソン、スリーポイント、あ、落ちる。うわお、スリーポイント逆に決められましたね。さあセクストンの、あっと止められる。いやー後半ちょっとスタートダッシュ失敗してますね。ラブ、ボール、アッサイド抜かれたアッサイド抜かれたな、本当に。ラクソン、スリーポイント、うわー、決まらない。なんか今日は決まんないですね。ちょっと参考ダメ。カークソンも5ポイントか今日は。うわ、出ちゃった。うん、ちょっとまだ後半、第3クォーター2ポイントしか、ね、取ってないんでね。ハワード、タイムアウトですね。さすがにタイムアウトです。ちょっと後半やばくいかず、13点差に縮められてますね。10ポイントくらいもう縮められていますんで、46対59。いや開始ね2分ですけど、まだ2ポイント。セクストン、うん、決める。さあね、このウォールを止めたいんだよ今日は。打ってくる、落ちる、リバウンド、よし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 。いやようやく止まったウィザーズの攻撃。そしてセクストンのスリーポイント。打ってくる、 B。 いやー決まるな、スリーポイント。スリー、せっかくねスリー取ったんですけどね、スリーで返されるっていうね。セクストン、これでまあ落ちる。サボール下がっていって、ビールのドリブル、なんとか耐えて、はい、止めた。よし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 、はい、届かないのかーい。いやー届かなかったか。トムソン、いやブロック今のマジでハワード、やばいな、ちょっと。クラークソン、スリーポイント、はい。
打ってくるボール外れ、いやーリバウンド、タイムアウトです。いやー3クォーター目ちょっとなかなかね乗り切れないですね。さあ残り3分37秒、54対67、13ポイントの差ですね。さあ3クォーター目10ポイント詰められてますからね。セクストン外れる。やっぱ外れた後のリバウンドはね取れてないんでね、そこから速攻で持っていかれちゃってるっていうのはちょっと今日はねありますね。セクストン、いやー落ちるか。さあ10点差を切りましたね、点差ね。セクストン、 OK、 スリーポイント70点目いきました。残り2分半ですね。ビール外から来る、これは落ちる。スミスのスリー、よいしょ、やっと今日決まった。最初のスリーポイントですね、スミス。いや、いやウィザーズ3クォーター目がちょっとかなり高いですね。ジェファーソン、さあディフェンス、いやチャンドラナイスブロック、よしでリバウンドも取る。オスマン、あ、落ちるが、いや、取りに行けなかった。さあ、ビールとスミス、外に開かしてドリブルで来る、逆サイド、リバウンド、ジェファーソン取る。オスマン、いいですね、スミスからオスマン、ナイスプレーです。さあ残り30秒です。ビール打ってきて落ちる。赤い力から来る、チャンドラー見える、オズマン外からスリーポイント、いやー落ちたか。8.7 秒ですね。スミス最後、いやー落ちたか。さあこれ第3クォーター終了です。さあ23点差、あった得点差なんですけどもね、ちょっと第3クォーター詰められまして、15点差になっております。Yeah, terrific, unselfish play right here.
さあ、アシストはこれですね、セクストン、ゴール決めたところ、スミスからですけども。さあ、点差、15点差で、最後、第4クォーターの8分間ですね。得点はかなり今日も入ってますからね。なんとか第3クォーターもね、かなり得点取ってきて、ああ、いきなり取られる。さあ、ハワード。ああ、いいプ止めだ、はい。じゃあ、こっちは決めるよね。やられたらやり返すよね、チャンドラさあ、まずアユープで第4クォーター最初の得点入りまして、さあチームを外してクラクソン、チャンドラからクラクソン、得点もね80点まで行きましたんで、ハワード腕長えな。後半スリーポイントしっかりと決める。さあ、ショットクロップ10秒ですね。さあ、モリスに入れてきて、ああ、ナイスブロックだ。チャンドラーのブロック、最後セクストン3ポイント落ちた。まあ、落ちるリバウンド取るセクストン、チャンドラ、さあ得点差が再び22点に広がりました。第4クォーター、さあウィザーズがタイムアウトです。さあ4クォーター目、4クォーター目はいいスタートダッシュが決まりましたね。得点差も一気にね、また22点まで広げましたんで、さあこのあとですね、さあメンバーが入れ替わってますね、またね、セクストン、クラークソン、コーバー、クラブ、トンプソンとスターターの5人になって、さあリバウンド取ってからラブの、あれリーフ決まらないのか。いやー、今あーラブダンクが決まらない。セクストン、スリーポイント。打ってくる。うわ、決まるんだ。ラブ、あーラブ、ちょっとラブが決まんないな今日は。さあ残り4分っていうところですね。コーバースリーポイント、いいですね。70対92、
まあ、ハーフで今日14得点ですね。さあラブに入れます。セクストンコーナーからオレア落ちる。ボール落ちる。さあボールも落ち始めましたね。トンプソンに入れます。クラクソン落ちる。ラブのリバウンドファールでバスケットカウント。さあ、フリースローワンショットですね。スリーポイントにはなりませんでしたね。さあ打って球が外れる。ラブのリバウンド。クラークソン2ポイント。いやいいですね。よく守りました。残り2分半。セクストン、あ落ちる。いやほぼほぼフリーだったんですけどね。ラブ。あ、ナイスカット。いいですね。コーバーナイスカット。さあラブに入れる。セクストンが外でフリーで、いやそしてラブのディバンドファール。ピースですね。さあケビン・ラブフリースロー2ショットですね。先ほど1本は外してるんですけども、ここはね2本きっちりと決めたいところですね。さあ2本目。4しっかりと決めましたケビン・ラブ。さあこれ100点ですね。さあプレーオフ初の100点ゲームになりました。点差は26点差。リバウンド取れないか。ハワード。ラブからクラクソン。さあ残り1分10秒ですね。さすがにちょっと得点差的にはね余裕ができてきたかなというような感じですね。落ちる。してクラークソンでやっぱ外れる。取れない。そして取れない。
さあ、あと30秒です。チャンドラー。コーバー、スリーポイント、落ちる。チャンドラー、ファールですね。フリースローボーナスが入ります。チャンドラーのツーショットですね。これで今日12ポイント目。さあ2本目。これは決まないか。さあ残り15秒です。次にポイント打ってきて決まる。さあ10秒、最後誰でね締めるかですよね。ダニエルズでしょう。あ、今日なかった。さあここで第4クォーターまで終了して、プレーオフ第5戦目ヤバリアーズの勝利となりました。さあこれでシリーズ、3勝2敗ということでね、キャバリアーズ王手かかりまして、さあ次回、カンファレンスセミファイナルと出場が決まるのかどうかというところですね。いやホームで勝つとやっぱいいですね。紙吹雪も合うんだね。ウィザーズの方もそうだけど、お互いねあのホームでね、2敗してるんで、あのホームチームが勝ったとこがないんですよね。今日初めてホームチームが勝ったんですけども、いいですね。紙吹雪終わって、さあということでこれで2勝、3勝2敗になりました。さあすごいですね。今日はセクストンが大暴れでしたね。24ポイントケビン・ラブも19ポイント、9リバウンドと、なっております。クラクトン14ポイント、オスマン14、チャンドラー12、コーバー11と、今日はねやっぱり100点ね超えたこともあって非常に得点みんな高いですね。さあということで本日はこの辺で終わりにいたしましょう。それではここまで、ご視聴ありがとうございました。よければですね次回もまた、見に来てください。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。